皆さんこんにちは。株式会社パーソナルセキュリティの田辺と申します。本日はインターホンが鳴らないその原因と対策についてお話をしたいと思います。ある日突然インターホンが鳴らない、そういった場合にですね、一番考えられるのは、玄関側の玄関呼気の中の、中に雨水が入ったり、結露でですね、青サビが発生してしまう、それで、反応したくなってしまう、そういったケースが、ほとんどです。でもしくはですね、落雷の影響により、呼気自体が、故障をしてしまう、また、長い年数が経って機器自体が劣化をしている、そういったケースが考えられます。ですので、もしインターホンが急に壊れてしまったといったことをお気づきの方は、中のまず内部をですね、青サビが発生していないか、そこを確認していただければなというふうに思います。本日のご指摘誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。